はい、えー、オンライン教師研修のコース B の皆さん、こんにちは。えー、今日は、えー、このビデオは、えー、第1週の2本目のビデオですね。はいえー、第2本目のビデオでは、えー、教師は学習者のロールモデルであるということについてお話ししたいと思います。はい、えー これは昨日も申し上げました、前のビデオでも申し上げましたけど、今の教師の役割は知識を伝えることではありません。で,そのでは何がどんな役割があるかというと、その一つが学習者のロールモデルになるということです。えー、じゃあ具体的にどういうことをすればいいのかというとですね、えー、日本語とか他の言語を学び続けるということがとても大事です。そして自分でそれを勉強しているだけではなくて、それを自分の学習者に 自分の学生に共有するんですね。シェアするんです。それがとても大事です、えー。例えばどういうことをやっているか。あ、すみません。じゃあどうして、どうして、えー、それをしなければいけないかっていうと、えー、学習者になっては、えー、学習者にとっては、あのー、動機づけになりますね。モチベーションになります。なんでかっていうと、先生だって勉強しているのに学生の自分が勉強しないのはおかしいって思いますよね。ですから、これは必ずとても強い。 モチベーションになりますでも、もっと大事なのは2番目に書いてありますが、最新の学習方法を知ることができるということです。これは本当にとても大事です。えー、例えば、私は今、ヒンディー語を勉強していますが、えー、ヒンディー語の勉強を通して、この2つを知ることができました。1つは Language Learning with Netflix という、えー、Google Chrome のエクステンションです。で、もう1つは Duolingo ですね。 でこれはもちろんヒンディー語ではなくて日本語を勉強することにも使うことができますで。これは特に経験の長い先生にはとても役に立ちます。なんでかというと、例えば40年前に日本語を勉強した人はその環境が今とは全く違うからです。40年前に自分が勉強した経験を学生に話してもそれは全く役に立ちません。ですから今も勉強を続ける必要があるわけですね。 それから皆さんはもう日本語は初級ではありませんよね。ですから、初級と上級,で上級では勉強方法が違うので、日本語以外の語学を勉強することもとてもいいと思います。はい。で、勉強がですね、うまくできなくてもいいんです。目的は、勉強があの、その言葉が上手に話せるようになることではなくて、勉強すること自体です。で、ですから、 勉強がうまくいかなければそれはそれでいいです。なんでかっていうとうまく勉強できない学生の気持ちを理解することができるようになるからですね、えー。日本語の先生は普通は日本語の勉強がうまくいった人だけがなる仕事です。でもそうすると日本語がうまく勉強できない人の学生の気持ちを理解することができません。ですから、えー、失敗した経験もとてもいい、えー、研究経験になります。 はい、例えばですね、あでじゃあどんなことをけあの共有すればいいかっていうと、今日こんな日本語を知りましたとか、それだけでもいいと思います。えー、例えば、移りが注意っていうのが、こういうカップラーメンとかの、えー、カップに書いてあって、僕は意味があの全く違う意味だと思っていたんですが、今日初めて、えー、この言葉の正しい意味を知りました、はいそ。ネイティブスピーカーでもそういうことは毎日ありますから、えー、もちろん、えー、全く恥ずかしいことではありません。 では、どうやって学習者に共有すればいいでしょうか。一つのやり方は、学習者コミュニティを作って、そこに書くということですね。皆さんの場合は、スラックがあります。それから、それとは別に、ツイッターなどのハッシュタグを指定して、そのハッシュタグで共有する方法もとても,上とても便利ですね。例えば、語学はさらして伸ばすという、 えー、ツイッターのハッシュタグがあります。さらすは恥ずかしいけど見せるという意味ですね。私もヒンディー語まだとても下手ですけど、えー、私がヒンディー語を話しているのをここで見ることができます。えー、それからドゥオリンゴっていうハッシュタグもとても、えー、いろんな人がシェアしていますね。 さて、このビデオに知らなかった言葉はありますかあったら、アンキークイズレット、メモライズなどに記録しておいてください。それから今日のこのスライドのリンクは、今、皆さんに見えている、このリンクですね。これで、このスライドを見ることができます。それでは今日はここまでです。また次のビデオを楽しみにしていてください。失礼します。